チョコマルです。こんちん。いよいよね、マコダイさんと KHTB さんとのコラボ企画、アクアテラ盆栽を始めようと思います。今回はね、水槽じゃなくって、さっき映ってたあのガラスの器を使ってやろうと思います。この器は実は初めてのね、苔テラリウムで使ったガラスの器なんですけど、はい、どうしてもこれを使いたかったので苔テラリウムはリセットしました。土台に使う材料はこんな感じです。噂のウレタンフォーム、こんなね危険なものをもう女子に使わせるなんて、もう健一はちょっと頭が透過してる見てください、これ破裂性、引火性あり、有害性あり、車内放置禁止超危なくないですかこんなものを本当にウレタンフォームは、ま、使うのは初めてなので、うまくいくか不安というよりはワクワク感、ワクワクさんです。元祖不快水槽のね、ケイチさんからこの子の難しさとか、まあ、実際にピートパンみたいに浮いちゃったりしてるのを見てるんで、結構ね悩みました。どうやって思い通りにしてやろうかと。レイアウト云々の前にもう浮かないこと大前提なので、浮かせないための方法を3パターンぐらい考えてシミュレーションした後、もうこれで行こうって決めたんですよ。はい。で、そのアイデアがね、アクアリストさん大好きなこの鉢底ネットを使って、まあ、直接ね石とか、まあ、流木とかガラス面にくっつけてしまおうと思ったわけです。まずはね、ウレタンフォームを敷き詰めたいエリアに合わせてダイソーさんで買ってきた鉢底ネットをカットして、こんな風にセットしました。で、水の流れをね作るのにこのマイクロフィルターを使うので、これも後々ねメンテしやすいようにカバーをつけることにしました。ウレタンフォームがどんな風に膨らむのかわかんないので、一応このネットより下には来ないようにしたいなと思って、セットするとこんな感じですね。網目のとこだけにウレタンフォームが固まる予定なので、まあ、取り出しがしやすいかな。こんな感じでね、基礎工事が終わったので、このロックナイト、初めてのウレタンフォームを吹き付けてみようと思います。缶の裏のね使用法のところに、まあ、吹き付けたい場所を湿らせておけみたいなこと書いてあったので、まあ、流木とかね、鉢底ネット、あと石の周りを霧吹きでびちゃびちゃに湿らせておきました。チョコマルは右利きなので、本当はねガラスの器の左側から始めたんですけど、うっかりねカメラを回し忘れてて、はい、なのでこうやってねさも初めてやりましたかのように右側をやってます。こんな感じでね、初めてウレタンフォームを絞り出してみたんですけど、なんだろうな、粘り気のあるムース、ホイップみたいな感じです。鉢底ネットのおかげか、ね、こう思い通りの場所に吹きつけることができたので、意外とね、大丈夫でした。
もっとねわーってなるかと思ってたんですけど、楽しかったです。一応ねブロックごとに、まあ、出して指とかね割り箸で余分なところを削って、でまた新しく出して削ってって繰り返しながら、まあ、微調整は後ですると思うんですけど、大方のねこう形状というか、真っ平らは嫌だったので、あとね上から流れてくる水がちゃんとガラスの器の方に向かって落ちるように、まあ、傾斜とか溝をつけながら成形してみました。削っても削ってもね、中の乾いてないウレタンフォームが外にこうポコポコ出てきて硬化していくっていう感じでした。ただこのボコボコ感はそのまま使っていこうと思います。まだね完全には固まってないんですけど、こんな感じで全体的な土台が出来上がったので、今日の作業はここまでです。愛媛といえばポンジュースです。ポンジュースをね使ったチューハイなんですけど、これ結構美味しくってよく買います。で今日は初めてのねウレタンフォームお疲れ様でしたということで、あとねちょっと嬉しいことがあったので贅沢飲みをしてみようと思います。丸氷とカッチカチに凍らせたおみかんを氷代わりに入れて飲みます。おつまみはこちらです。これもね冷凍庫でカッチカチに凍らせたプチトマトなんですけど、夏はね超おすすめです。シャーベット状態になってて甘いし冷たいし低カロリーだしぜひ試してみてください。あと凍らせておいたおみかんは徐々にね溶け始めて、飲み終わった後にかじるとめっちゃ美味しいです。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。では。